ナンバー、愛、no. の4月スケジュールが判明。新プロジェクト発表の予感ナンバー、愛、no. の4月のスケジュールについて、興奮している。彼らのスケジュールがますます詰まってきている。私は忠実なファンとして、彼らがいつも忙しくしていることを願っている。それはなぜか。なぜなら、私は彼らの音楽を毎日楽しむことができるし、視覚的な喜びも得ることができるからだ。 彼らは私の毎日を盛り上げてくれる存在で、彼らがいなかったら、私の人生はもっと退屈だっただろう。私は彼ら3人全員を愛しているし、彼らがいつも一緒に輝いていてほしいと願っている。4月のナンバー、愛のスケジュールは本当にハードですね。彼らは何か新しいプロジェクトを計画しているのでしょうかチケット申し込みの締め切り、コメント出演、新しいデジタルシングルの配信開始、ミュージックビデオの公開など、 彼らのスケジュールは一見するとぎっしりと詰まっています。ファンとして彼らがいつも元気で活動的であることを願っていますが、同時に彼らが自分自身の健康や幸福も大切にしてほしいとも思います。今日は CDTV 楽しみすぎる。4月1日月曜日18時30分 CDTV ゴートスラッシュブローユアカバー4月4日期23時59分ナンバーアイライブ2024 チケット申し込み締め切り。4月6日、土曜日、15時台、ZIP、FM、スパークリング、コメント出演。4月10日、水曜日、22時、週刊内イミュージック、トンヒロース裏側、ダンス伝言ゲームスラッシュゴート4月12日、金曜日、0時マイナス、2ND デジタルシングル、ブローイワカバー、配信開始。&、ミュージックビデオ公開。4月12日、金曜日、12時 SN、SNS シェア。 &DL キャンペーン応募開始4月14日日曜日23時59分ブローユアカバーダウンロードキャンペーン終了4月17日水曜日23時59分ブローユアカバーダウンロードキャンペーン応募期間終了4月19日金曜日以降 No.iLive2024 抽選結果4月21日日曜日23時59分ブローユアカバー SNS シェアキャンペーン応募期間終了。4月26日、金曜日、プライムビデオ2ヒーローズ、トベファーストスーパーライブ、スペシャルエディション4月下旬、トベハイスクール。また、私は彼らのスケジュールに関連するイベントにも参加したいと思っています。例えば、CDTV や週刊内内ミュージックなどの番組に出演する彼らをテレビで見るのは楽しみですが、もちろん、ライブイベントにも参加したいですね。 彼らのライブパフォーマンスは本当に素晴らしいので、その場に立ち会うことができるのは幸運です。そして、新しいデジタルシングル、ブローユアタバーのリリースも待ち遠しいです。彼らの新しい音楽を聴くのはいつもワクワクします。彼らの前の作品とはまた違った魅力を持っているのではないかと期待しています。そして、その音楽に合わせて彼らがどんなパフォーマンスを見せてくれるのかも楽しみです。 ただ、彼らのスケジュールが本当に忙しいので、彼らが無理をしていないか心配です。常にファンのために全力を尽くしてくれる彼らに感謝していますが、同時に、彼らの健康や幸福も大切だと思います。彼らには十分な休息とリフレッシュの時間も必要ですからね。最後に、ナンバー、愛の活動がこれからもますます成功することを願っています。彼らの音楽は多くの人々に勇気や元気を与えています。 私もその一人です。彼らがいつも健康で幸せでありますように。そして彼らの素晴らしい音楽とパフォーマンスをこれからも楽しめることを願っています。皆さんはナンバー、愛の新しい曲やイベントについてどう思いますか彼らのスケジュールは本当に忙しいですが、それでも彼らの活動をサポートし続けますかまた、彼らの新しい音楽に期待していますかどんな印象を持っていますかぜひ。 コメントしてみてください。